皆様こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。田中くん、はい、来たね。また来ましたね。やっぱ来ちゃうね。人は人は聖地に来てしまう。巡礼をしてしまう、はい、うん。今日ね、見せたい、すごい仕上がりになってます今日も。そうですね、危ない。そうなんですよね、今日雨上がりなんですよね昨日土砂降り。そうですよね、うん。梅雨の晴れ間と言いますか。はい、はい、晴れ間狙ったら水浸しっていうね。そういうことで。でもまあそろそろ来ないとまずいと。はい、はい、まあまあそういうことなんですけど今日はですね、まあもう見えてますね、はい、ハイゼットカーゴデッキ版完成しました。完成しました、はい、ありがとうございます。とてもかっこいい。かっこいいですねこれは。ああ、ができたので、はい、でこの間味しめてね、はい、できたら聖地持ってきて撮った方が映えるなって話で。そうですね、うん、紹介するにしても、はい、うん、ということでわざわざ来てしまいました。来ました、うん。それで、まあ、前の動画でも紹介したかな、最低限はしてると思うんですが、はい、まず車自体は、すみません、車検証を見ます、はい。なんと、令和3年1月式、はい。今年です。今年の1月、新車で降りた、製造された車。それ新車ですね。新車で買いました。はい。それを新車と言います。そうですね。走行距離はまだ150とかそのくらいです、はい、の、G の SA3-2、はい、だったかな、まあまあいい方のグレードの4駆、はい、LED とかも入ってますし。そうですね、はい、あと SA ってだけやったの。ダイハツさんはスマートアシストか。あ、安全、機能。あ、なんか、安全支援機能みたいなね。そうです、はい、衝突軽減みたいな、はい、そうですよね、がついてます。それを、でこのグリーンですね、はい、でそのままだとちょっと内らしくないので、はい、前後バンパー、はい、あとサイドミラー、はい、あと今回サイドステップ、はい、とあと荷台を、ラプターライナー、ラプターライナーで塗装しました。やっちゃいました。決まっております。新車です。新車です横、はい、正直ボディです。サイドはボディに色入れました。そうですね、あの部品分かれてないんですよねこれ。ボディです。これボディに塗っちゃってますねやっちゃったっす。一応見させてもらっていいですか。どうぞ。ボディに直に行きました。もう戻れません。あ、やっちゃってますね。はい、すべてはかっこよさのために、はい、あ、でもやっぱりあの下回りって傷つきやすいんで。そうですね、あの先に保護しとくっていう意味ではいいと思います。うん、なのでね、これは本当はねエアロとかがあれば、はい、エアロの部分を塗っちゃえばよかったんですけど、ちょっと今回エアロがなくて、はい、行っちゃいました。であと荷台か。あ、荷台ですね。うん、そうですね。じゃあちょっと荷台はあのカバー取って、僕もまだ見てないんですよね。なるほど。ちょっとね、いろいろ塗り分けも方法があって、はい、あの多分この辺詳しい方、よく見てらっしゃる方、もうここまで塗ってるのがほとんどだと思うんです。下から始まって。あ、そうなんですね。ここも全部塗ってくれっていう、はい、今回は塗り分けたんです。あのなんでかっていうと、この純正のカバーがあったので、はい、ちょっとこの良さも活かしつつ。ああ、はあ、はい、ここのほら見えます、このカバーの付け根のところで塗り分けたんです。あ、そうなんですね、うん、上まででも良かったんですけど、はい、ほらちょうど、あ、ここでね。そうで、本当に物を入れるとこだけ綺麗に塗って、それで、でもちろんこの内側も、はいはい、塗ってて、うわー、かっこいい。で純正のゴムマット、はい、ついてます。まあこれも傷防止にはすごくいいんですけど、はい、やっぱこだわりましょうよと。あ、なるほど。あー、ペン全部やっちゃってますね。やってます。もちろんです。オーバーランドやります。オーバーランドはやります。やります。なんで最後これなくても、ゴムマットなくても。そうですね、うん、これで、カチカチです。うん、
なんだろう、工具やら遊び道具やらもうガンガン積んでもらって、はい、傷は圧倒的につきにくくなってますので。そうですよね、うん、全然いいと思います。これどうですか、いいんじゃないですか。お上手なしで俺欲しいっす。お、いいこと言ってくれるね。そう、ほんとかっこいいんですよこれ。俺好きです。うん、そうなんだよね。でまた今回で鉄人のまたデイトナー、いろいろ悩んだんですけど、はい、まあバンベースなんで、まあまあこっち方向、あ、そうですね、かっこつけない方向にちょっと振りました。まあこの辺はいくらでも好みで変えることはできますんでね。はい、はい、にしてもなんですけど、もう汚れちゃってますねやっちゃってますねやっちゃってますね。できるだけ綺麗な状態で商品紹介したいと、そうです、言ってたんですけど、はい、もうここまでの道タフすぎて限界ありますね。そうですね、はい、なぜかって聖地だからです。ありがとうございます聖地を舐めたらいかんです、ね、どうしようもなかったですね。汚れはつきます、はい、ちゃんと綺麗にしますのでね。はい、はい、売り物なので、はい、売り物で新車ですからね。そうですよ。ちょっと中の方も、はい、走行距離も見えますかね。ちょっと伸びちゃいましたね、今来る間にね。はい、205キロ。で、ナビゲーション、はい、ドライブレコーダー。ドラレコ。はい。ETC とバックカメラはないです。あ、なるほど。はい。はい、お、こんなとこにプライスボードがあるじゃないですか。はい。205万円になります。はい。まあ、高いっていう人も、ね、高いっていう人もいると思います。ただ、昨日、さっき田中君の話しましたけど、はい、昨日お問い合わせいたお客様は、はい、は安いとおっしゃっていただいて。まあ、新車で180ぐらい、乗り出し180近く行きますので、はい、それからじゃあこれ同じようにしようと思うと、正直205万では収まらないです。まあ、無理ですね。はい。なので、このスタイルが、あ、いいねと思えていただける方、はい、でやるならこういう風にやりたいっていう風にピタッと一致するんだればお買い得な1台となっております。そうですね。いやー、でもデッキ版もこれで2台目ですか。そうですね、うん、まあ中身は大元はそんなに変わんないかもだけど、はい、それにしても変わりましたね。僕ここまで乗らせてもらいましたけど、うん、いや、前のデッキ版に比べるとはるかに乗りやすくなってます、うんうんうん、で車内がまず快適ですね。シートも柔らかいですし。あ、そうだね、シート変わったね。シートすごく良くなりました、うんうんうん、確かに。あと顔もね、なんか今風のシュッとした顔になりましたね。なったなった、急に。これなんかもうラプターの範囲が広くっていいじゃないですか。うん、そうなんですよ。わかるかな、こう中は塗ってないんですね。元なんですよ、元色なんですよ。はいはい、ここで分けてるんですね。そうです、そうです。でわざわざここは避けるとね、残すっていうねこれね、キャンディ系にしようかとかいろんな案ありますけど、うんうん、まあまあまあと、まあ後でお客さんがやりたければ、うん、そうね、いうところなんですよ。いや、男前ですな。いや、これは男前ですね。で意外とこの純正マット使えるね。あるとないとやっぱ違うな。でこの車になんかくしくも雰囲気合ってますね。うんうん、ほらこれで最低限の雨風しのげちゃうので、しのげます。これはね、あって損はないな。はい、なんかね、今回の雰囲気にすごく合ってるんですよね。確かに、はい、統一性があります、うん、なので、まあ正直これもお仕事だけに使うのはもったいない車かなと。そうですね、うん、まあ、乗った感じも全然乗用車として乗れるかなって僕は思いますし、うん、まあ、あとは、貨物っていうことだけあって、後ろの席ですねはどうしてもちょっと乗用に比べて貧相になっちゃうんで。そうですね、うん、特にこれとかは軽自動車のダブルキャブなんで、うん、後ろはもうちょっと無理がありますね。そう、乗れるんだけど、はい、うん、なので、
毎回4人乗車、3人乗車必須っていう方に対しては、もしかしたら後ろの方が少しストレスを感じるかもしれないですけど、基本1人2人なんですと、あとは荷物なんですって方にはうってつけな。そうですね。うん、まあ、補助席ぐらいの気持ちで思っておいてもらえると、うん、はい。どんな人なんだろうな。よく見るのは電気屋さんとか。ああ。うん。そうですね。この車も元々は高物の冷蔵庫とかをね。そうだよね。はい、寝かせずに詰めるっていうのが、うん、売りだったんで。そうそうそう。でかつ冷蔵庫とか2人で運ぶの大変だから、人が4人乗って、うん、あ、冷蔵庫が詰める。ああ、なるほどね。はい、確かに全然いけるね。噂によると松下幸之助さんが、うん、あのパナソニックの、うん、うちの冷蔵庫を寝かして運ぶんじゃねえって言ったところから始まったみたいな噂もあります。諸説あります的な。諸説あります。はい、すごいね。確かに。あ、そういうことか。まあ、理にかなってるわ。はい。うん、あの奥の場合で言うと、うん、あのキャンプ行ったりするときに、うん、あの匂いの出るそのグリルとかそういうものを車内に入れたくないよっていう人結構いるんですよ。そうね。だから僕もそういうのはジェットバッグに入れたりしてるんですけど。あとキャンプ場ってゴミ持ち帰りなんで。ああ、いいね。はい、車内にはやっぱ入れたくないじゃないですか。ああ、確かに。あ、便利かも。だから僕はこういうデッキバンって自分の使い方としてハマるんですよ。そういうことね。使い考え方だ。いろいろ使い方がいいと思います。はい。俺もいいと思います。はい、ではでは、じゃあちょっとねこんな感じで、はい、また作りましたので、はい、まああとはあんまちょっと無理せず、あ、今日はね、うん、はい、売りに出したばっかりですんで、はい、結構聖地育ってますね。聖地はねやっぱね人と自然が育てるんですね。あの結構こっち仕上がってますね。ちょっとね、ちょっと軽トラックで行くちょっと状況ではないんですよ。ではないですね、これは。はい。そして田中君今日スコップとかないからさ。あ、そう、今日僕スコップ持ってきてないんですよ。ガチで帰れなくなっちゃう。いや、こんな育ってると思ってなかったんで。ちょっと聖地涙でしょ。あ、涙でな。怒られちゃうよ、それ。なのでちょっと触りだけね、また外ぐるっとして、あぜ道を走ってるイメージだけお伝えできれば、うん、そうね。でもあれはね、おかげさまで、はい、この聖地の問い合わせが来てるね。来てますね。どこですかあれって。あれどこですか。うちらも住所で説明できないです。できない。何丁目とか言えるとこじゃないし。で、ある程度のとこは説明しても、そっから先の説明も難しいし。結構なんか入ってくるんでね。知りたい方、ご連絡いただければ。なんとなくで説明は。本当になんとなくしか説明できないですね。まあ、ただ前も言いましたけど、本当に埼玉県内とかで、オフロード走る方は大概知ってらっしゃる。なぜかみんな知ってますね。知ってる。ブロンコさんかここかみたいな。そうですね。ね、ちょっと今日もここをお借りして撮らせてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おほほほ。ちょっと待って、うわ、すげえやん。え、これさ、なんか違うよ、はい、これワニ出てくるやつだよ、これ。これワニ住んでますね。クロコダイル、こうムーンってきてバカって。でもやられちゃうよ、これ。菅原さん、あのこの池にデリカで突っ込んだんですもんね。突っ込んだ。相当批判食らった。相当イカれてますよね。そんなプラスチックのアンダーカバーで入るんじゃないって怒られました。怒られた。怒られた。すいません。うわー、すごそう。あ、これはもうダメですわ。うん、だって、はい、前はここまだ行けたんだもん、普通に。あ、ここまだね、うん、ましたもんね。この先ぐらいからボンって始まってたの。だから菅原さん、今入って泳げますよ。やだよ。ワニに食われちゃうよ、これ。知ってる？ワニって噛んだ後グラングランって回るんだよ。パシャンパシャンパシャン。ここですよ、問題は。あ、そうですね。防火なんかあればね、ブスってやってみたいけど。いや、もうちょっと今長い棒とかないんで、うん、長い棒といえばもう菅原さんのボディしかないです。やだよ、泥だらけになりたくない。あのガチめに危ないんで人も入っちゃダメです。うん、はい、
すごいね。ちょっとあっちはあれなんか柵ができてる。あ、本当ですね。なんだろうこれ。なんだろうなんだろう。あれじゃないですか。あの菅原さんみたいに突っ込む人続出したから。あのここダメよって。ああ。ちょっと待って、新しいとこもできてるよまた。こんなのあった？これはやっぱ誰かが育てたんだろうね。育てたんだろうね。いやー素晴らしいねこれ。よし。じゃあまあそんなところで、うん、軽く走ってみますか。そうだね。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。よし。ということで、はい、今回はですね、まあまあ基本的なデッキ版の紹介だったんですけれども、はい、結論からいたしますと、はい、聖地に跳ね返されました。出ていけと、はいはい、悪いことは言わん、帰りなさいと。危ない。ヒヤリがありましたね。ありましたね。うーん、いやー奥が深い聖地は。でも実際あの思うんですけれども、はい、やっぱりこういうお車、まあ、最近流行りの SUV スタイルというか、はい、に関してはやっぱりこういう泥だったり山だったりとかっていう場面がすごく似合うので、そうですね、うん、まあ、なるべく皆さんにもそういう雰囲気が伝わればなというところで来ておりますので、はい、あくまでも悪路を走るメインにはしてないの で、 そうです、ね、はい、なんでさっき田中君も言ってたけど、まあ、薪なり、ゴミなり積んで、でキャンプなんていうのすごく使い勝手がいい車っていう方もいらっしゃいますし、はい、まあもちろんお仕事でって方もいらっしゃるでしょうし、はい、もういくらでも使い方は自由なので、はい、まあこれが少しも参考になればなと思っております、はい、じゃあ帰って洗車かな。バッツリ綺麗にしてから、はい、バリバリ綺麗にしましょう、はい、新車なんで。そうなんです、はい、というところで、次回はとマニュアルのクリッパー版完成しておりますんで、そっちもまた新車みたいな車なんですけど、そうなんです。そっちはそっちでまたホイールだったりタイヤ違うの入れてますんで、はい、違う表情が見れるかなと思うんで、そうですね、楽しみにしていただければと。はい、はい、じゃあ今日はここまでですかね。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。